そんなとやらないな、うちは。ない？うん。頑張って、かよこちゃんのそういう発音になったろうね。うん、多分、かよこちゃんがしとうと思う。うん。かよこちゃんが、わがとい、20年前やもん。そうじゃん。人気が、すごいよ。うん、そんなとやらないこと、ね。見たこと。うん。もう見ろって山のことあるんやけん、うち方の。じいちゃんがね、これ、うん、この写真じいちゃんやろ。これじいちゃんが撮り寄ったと思うよ、うん、何枚かね、うん、なんかじいちゃんが撮っとうなっていうのがあって、うん、俺とかが写った、これじいちゃんやろ、うん、これじいちゃんが撮ったやろ、はい、これが顔しとらんやったもんね、昔はまだ顔の横さえ広がってなんかなし、この鼻の下のここがなぐなの、ね、入れ歯はこれになってん、うん、で昔の顔とまだ違うっちゃね、うんうんうん、うちわがないと、これハマレの毛だもんやけ、ハマレもうやっぱできんね、もうできへん、よぼよぼしとんの、よぼよぼした、うん、よその人の後ろから寄って青年学者、うん、ばあちゃん危ないよ、うん、ばあちゃん引かれる場合で自転車で来よう、あんちゃんがいいなと、まあ踏み後ろから見たらよぼよぼしとんやろうね、もう歩けん、山の上ならもうあれよ、杖ついとかな、危ないよ、すごいとしたらもうあれしとったら、これあげばあげないようになったりして、ね、一緒ぞポテトサラダ、ポテトサラダのうちのじゃがいも、じいちゃんが言うこと聞かんけ、言うこと聞かんよ、どうしてもう奥さん言うたこと一ちょんせんわ、ね、もうあんた畑へ奥さんいっぱいあればいいな、芝をまくなし芝もういっぱい前で腐葉土にするんやろ、畑がさ我が超える思うとんなけどさ、うん、そうじゃない、砂糖入れんでいいと、これ砂糖のいっぱい入っておき、入れんでいいと、ちょっとあんだりすごいけど、かよこさんが洋寿司は上手に作んないじゃけど、うん、何とかの元でしか作らんお母さん元しかないやん、家しかない、いや、あの元はいい、ちょこっと入れたらいい、入れりゃ、れほれ、こうしてくさ、それが肩が痛いでしたことはする卵は乗せたとき、うん、昨日、貼り薬は肩へ貼ったもんでね、に通った、うーん、夜も夜中痛いで痛いでたまらんけんもやくさ、絡んでちゃんとそこを置いとうと、うーん、もうの忘れの激しかったもう老人ホーム入らん、老人ホームでお世話になる、いや、いかん、それしたらもうあれやろ、もうそれしたらどんどん進むって言うやろ、海外だけどね、もう帰ってこられんと、あー、家に戻れんくなる、住所も目田さん方あたりが住所も変えられたもんね、うん、あ、そうなんや、うん、もうそういった寿司屋さんもおばあちゃんに食べさせるんで、正月前やこんや大きなお寿司、うん、この来た、あ、服が来た、私はレバ焼けに食べられん、あー、服やったらね、二人でポロポロして、なんそれ、あ、これは二つになったわけ、うん、とりあえず半分焼いて食べてみて、なんか台湾だったらこの料理酒のガオリャンっていうお酒なよ、ちょっと強い、おお、うん、半分に切るか、こう、うん、ネットおっとしと、なんかあのね、大根とネギと一緒に食べたらいいよって言われて、なんかまああの爪をあのちっちゃく、
何でも食べられんことなんて、かよこちゃんが高い肉は、うん、こうじゃなくて私だけ、うん、あ、柔らかい系、うん、柔らかいとは、入れんで食べるとそんな時入れたら味のわからん、うん、普通の配当じゃのかね、いや、うん、それはもうそのまんまいけると思う。ビニールは入ってないね。カラスミのラリーケーキみたい。なんか名前だけ聞いたことだ、私も食べたことないもん。高級食材、カラスミこれブロッコリーはこれキャベツ、サラダ前もうそれが日本で多分これで 2,3 万するって、で台湾では多分1万円ぐらい。これちょこっと入れる時にあんまりもうなかった。フル台湾はから、あ、いいよ、うん、切ってちっちゃく、すごい切る、ん、もうちょっと厚みあってもいいかも、そんぐらい、うん、多分、あ、そんぐらいやね、ちょっと食感があるぐらいが。焼くとんや、これ。そうそうそう、もちろんそのままでも食べれるけど、塩から塩漬け、ボラの肝臓、そんぐらいやね、うん。あ、じゃあしょっぱいよ。え、しょっぱくない、しょっぱくない、シュー入れた方がいいんかな。いや、もう俺には味付けないね、なんか、かいじゃなか、これは酒飲まない感じやな、日本酒とかに合うって聞いた、油引かんでよかった。これも何、なんか書いてあるやん中国語で書いてあるね、ちょっと待って、中国語で書いてある。先にカラスミを入れる、 50cc のお酒を入れて中火で、おお、金粉の入った、いや、それで、うん、お酒なら何でもいいって言った。柔らかくて 50cc ぐらい入れる、うん、おお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 燃え上がった、油入っとった、うん、びっくりした、危ない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 わ、目が焼けるとこだった、うん、俺も油入れてよかったね、頭しちゃって、そこも全部ちょっちょっと入れて、びっくりした今、まあ、ばあちゃんがやった方がいい俺が火強くしとったんや、これは買えないかんで、いい顔になげんさ、うん、あと買わんとだ、うん、言えば顔になげん、あー、リフォームするより買おうみたいな、うん、うん、美味しいこれ。そしたら、なん、お昼になったと思う、うん、食べたかりゃもうご飯、あ、いいえ、待つ、ちょっと火通すでいいやろうね、生でも、あの、このままでも食べれるくらい、なんか、あ、金粉のいいお酒、うん、ちょこっと濡らしちゃってさ、ふわーっと焼ける。京都のね。うん。もうね。正月のやつ。ゆうちゃんのまんけん、私が飲むやれんとき。ちょっと飲んで。あ、ばあちゃんは日本酒好きなんや。ちょっとは飲むって感じだ。あんまお酒飲まんの？あれだね。なんか魚食べたときさ。うん、もうこんな杯の細かい杯の半分、うん、一口そしたらまあ眠るとき楽っていう、うん、眠る薬飲むよけんね、うん、対応する毎日飲むよ、そうなんや、ほら、あんまり焼いたらいかんわ、ちょっとでいいね、うん、炙るぐらいで、うん、炙るぐらいで、お猿この食感、塩辛と明太子合わせたみたいな、でもこれが本当にやみつきになる美味しさでね、これ酒飲む人が、そう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 、
もらった時ちょっと本当嬉しかった。やった。やっぱ買ったらね3000万。下手したら何万円するけど。そのお菓子よりこういう方がねみんなで食べれると思って。あんまり辛くない。塩辛は私あんまり食べんけど。ちょうどあやめ初めて辛すぎ食べた。美味しい、うん、なんかねちょっとチーズみたいな味もするよね、うん、コクがそうだけどねっとりしてマヨネーズとかあんなやっぱ外食ばっかやったらね体に悪いなっていうので、しかも結局さ安く食べれてもなんか体に悪い感じやったらさ意味ないよね。たまにはいいけどね、あの日本の野菜がいいじゃん、うん、果物やらがいいと言ってよどうか、あ、そうなんやね。